ジョン・オーガスタス・ローブリングジョン・オーガストス・ローブリングは、ドイツ東部のチューリンゲン州ミュールハウゼインチューリンゲ生まれの土木技術者である。吊り橋に使用するワイヤの開発やアメリカ合衆国のブルックリン橋の設計で知られる。若き日のローブリングは、フルートやピアノを演奏するなど音楽に親しみ、バッハの楽曲やゲーテの詩を好んでいた。同様に絵画にも芸術的な才があった。 9歳の時、ローブリングは模型の橋を作ったが、これは後年のブルックリン橋と同じ形態のものであった。ローブリングがミュールハウゼンで育った時期というのは、上級生たちが制服に身を包み、マスケット銃を肩にかけ、ナポレオンの軍隊に立ち向かっていった時期であった。そこには、今でも彼が設計した橋が残っているほか、ミュールハウゼンのゴシック建築は、 ローブリングの美的感覚や建築は永続的であるべしとする感覚を養った。ローブリングはエアフルトのギムナジウムに通い14歳で建築修士の試験をパスした。この知性を見抜いた母親フレデリケ・ドロテア・ローブリングは彼をベルリンの王立ポリテクニックに進学させた。彼は建築と工学をラベとスローターに協力建築と 基盤建築をダイアットレンに、推理学をアイタルバインに、それぞれ学んだ。言語や哲学も習得し、土木工学の学位を得て1826年に卒業。さらに、ドイツの有名な哲学者、ヘーゲルにも学び弟子となる。1831年5月22日、ローブリングは兄弟のカール、40人の友人らと共にドイツを去った。 彼は大きな橋を架けたいと思っていたが、当時のドイツでは不可能であった。プロイセンの社会では経済が流動的であり、キャリアを積むことが非常に困難であったのである。この状況は1815年まで続いたナポレオン戦争でもたらされたものであり、正常不安が続いていた。ローブリングラ一行は大西洋を渡り、1831年10月28日、 アメリカ合衆国のペンシルベニア州バトラー郡2582エーカーの土地を購入。サクソンバーグと呼ばれるそこに入植した。ローブリングがアメリカに渡ったのは適切な時期ではなかった。その1年前にアンドリュー・ジャクソン大統領が道路、鉄道、運河の建設に予算1億ドルを認可していた。当時のアメリカは後年言われるところのマニフェストデスティニーの時代であり、 西部に進出していた時期であった。アメリカ東部の産業のハブとフロンティアとを結ぶ交通網の整備が国家的にも民衆的にも関心事であった。手始めにローブリングはエンジニアとしての仕事ではなく生きるために工作を始めた。5年後、テイラーの娘であったジョアンナ・ハーティング・ローブリングと結婚。10年間で9人の子供に恵まれた。ローブリングにとって 農作業は納得のいく仕事ではなかった。カールが死去し、一方、第一子が誕生した1837年、彼はエンジニアとしての仕事に戻った。ローブリングがアメリカで初めて手掛けたエンジニアとしての仕事は、河川改良と運河の建設であった。続く3年間、ペンシルベニア州ハリスバーグとピッツバーグとアレゲーニー山脈を越えて結ぶ鉄道建設に従事。 1840年、釣り橋技術者のチャールズ・エレット・ジュニアに手紙を書き、フィラデルフィア近郊で、橋梁設計の手助けをしたい旨を伝えた。ヨーロッパで過ごした末期に数年間、釣り橋について勉強し、最も私の好きなものとなりました。フィラデルフィアに、まさにその釣り橋をかけたい。そして、その持てる長所すべてが織りなす美しい形を、披露したい。全く新しい。 そして使いやすいという吊り橋がアメリカ人の心に知性を呼び起こす効果があることは言うまでもないでしょう。サクソンバーグのローブリングの家、ブルックリン橋のレプリカと隣接している。1841年、サクソンバーグの仕事場でワイヤを開発した。その頃、フィラデルフィアからピッツバーグに向かう運河の船は台車に乗せられてアレゲーニー山脈を越え、 反対側の水路まで運ばれていた。その一連の作業をするのは、アレゲニーポーテージ鉄道というインクラインであった。そのインクラインでは、台車の牽引には9インチに束ねた朝のロープを使っており、たびたびロープの切断事故があった。ローブリングはボートを引き上げる作業者を見ていたある日、その事故が起こり、ボートは山の下部まで落ちていった。彼はふとドイツの雑誌で、 ワイヤーロープについて乗っていたことを思い出した。すぐにワイヤーロープの開発に着手し、真となるワイヤの周りに編み上げていくことでタイトに仕上げるという製造方法を開発した。ローブリングはワイヤーロープを大量生産するためにローブリングサンズカンパニーをスタートさせた。このワイヤーロープはローブリングが設計したすべての吊り橋で使用された。彼は学生時代から 吊り橋のアイデアに魅了され続けており、卒業論文もこれであった。1844年、38歳のローブリングは、アレゲニー川にかかる木製水道橋の架け替え工事の仕事を獲得した。彼の設計したものは吊り橋であり、木製の水管を、管百163フィート、7軽管渡したものであった。吊り橋の水道橋という概念は、 多くのエンジニアが嘲笑したが、この設計は十分に成功した。続いて1845年、今度はピッツバーグのモノンガヒラ側に吊り橋を架けた。1848年にはデラウェアハドソン運河に4つの吊り橋式、水道橋を架けた。その間にローブリングはニュージャージー州トレントンに転居した、グレートウェスタン鉄道の広告より、右端に、 桁の2層構造が見える1876年、4つの鉄道が使用したため、3方向に分岐している。ローブリングの次なるプロジェクトは1851年にスタートした。ニューヨークセントラル鉄道とカナダのグレートウェスタン鉄道とを結ぶために、ナイアガラの滝に、吊り橋形式のナイアガラの滝吊り橋をかけるものであった。スパンは825ィート、 メインケーブルは10インチのワイヤー4本。桁は2層構造で、上層鉄道が、下層をジン馬が使用した。ナイアガラの滝吊り橋を建設中に、別の鉄道用吊り橋の建設も受け負った。ケンタッキー川を横切るもので、サザン鉄道がシンシナティからチャタヌーガとを結ぶための、ものであった。要求されたスパンは1224フィート。アンカーブロックと石像の手塔は完成し、 ワイヤーケーブルも渡したが、その時点で、サザン鉄道が倒産したため未完成に終わった。シンシンナティのオハヨ川に架か,かるジョンエイ・ローブリング橋。1858年、ローブリングは、ピッツバーグでアレンゲニー川に架ける6番外橋に取り掛かった。現在のロベルト・クレメンテ橋の位置にあった、この橋は、長さ1030フィートで、スパンを4つに分けた。 中央の二つの桁のスパンは、それぞれ344フィート、その両側の桁のスパンは171フィートであった。南北戦争の勃発により、ローブリングの活動は停止を余儀なくされた。しかし、戦時中の1863年、シンシナティのオハイオ川に架かる橋の工事を再開。 この橋は1856年からスタートしていたもので、資金難から工事が中断されていたものであったが1867年に春光、春シンシナティ・コビントン橋と称された。後のジョン・エイ・ローブリング橋であり、今日なお強用されている。当時の世界最長の橋であり、その記録を塗り替えたのは、ローブリング自身が設計したブルックリン橋であった。年。 ローブリングは、そのブルックリン橋の設計に取り掛かった。ブルックリン橋は、ニューヨークのイースト川に架かるマンハッタン島とブルックリンクを結ぶ橋で、今でも共用中である。1869年のある日、ローブリングは、ドックの橋に立ち、どこに架橋すべきかを考えていた。その時、ドックに到着した船がその足に当たり、大怪我をしてしまう。 つま先を切断することになったが、彼はそれ以上の医療手当を拒み、以降の治療をウォーターセラピーのみで行った。病院に行った時も、ローブリングは日々の進捗を求め、生じた問題の解決に当たった。だが彼は、ウォーターセラピーが原因で、破傷風に罹患し、事故から24日後に死去した。カツカ銃とシカ銃を発見したローブリングは、 メインケーブルにかかる荷重とハンガーロープにかかる荷重とを分けた。それぞれの荷重に安全マージンを加えるというアプローチが応力を与えられた構造物に対する十分な誤りのない解析を可能にした。ブルックリン橋の建設は息子のワシントン・ローブリング、その妻のエミリー・ローブリングが引き継ぎ完成させた。三男のチャールズ・ローブリングは80トンの ワイヤーロープマシンを設計、発明した。また、エレベーター用ワイヤを製造するワイヤ製造工場も設立した。その場所が現在のニュージャージー州フローレンスローブリングである。ローブリングの孫にあたるワシントン・ローブリング2世はタイタニック号の事故で遭難した。創村のドナルド・ローブリングは LVT の発明者であると同時に社会奉仕家として知られる。 生誕200年を祝うドイツの切手。2006年、デビット・スタインマンのこと。スタインマン、デビット・ビー・アンド、ワトソン、サラルース、ブリッジズ・ゼア・ビルダーズ、1941、画像あり。マカレック、デビット、ザグレート・ブリッジ、1982、P91。ありがとうございます。